沖縄自動車道、沖縄自動車道、沖縄自動車道は、沖縄県の名護市を起点とし、那覇市に至る延長 57.3km、km の高速道路、高速自動車国道である。高速自動車国道としては最南端、かつ最西端の路線である。一般に、沖縄道、沖縄道、と略される。国土開発幹線自動車道の予定路線ではなく、 高速自動車国道法第4条第2項に基づく高速自社国道の路線を指定する、政令によって指定された路線である。高速道路ナンバリングによる路線番号は、那覇空港自動車道とともに E58 が割り振られている。もともと一般国道329号のバイパス道路である、沖縄自動車道、巨大 c 石川 IC として建設されたもので、1987年、昭和62年の那覇 IC、石川 IC 間開通に伴い、石川 IC 巨大 IC 間も同時に、高速自動車国道へ格上げされた経緯を持つ。法定路線としての起点は、巨大 IC であるが、キロポストやインターチェンジ番号は、終点の那覇 IC 側から振られ、インターチェンなどを参照、那覇方向域が、上り線。 巨大方向域が下り線となっている。石川 IC 巨大 IC が完成した1975年時点では、だと道府県と交通方法が統一されていなかったため、同区間は右側通行での共用となっていた。標識も右側通行用の特別仕様だった上、最高速度も時速7 0トルと低めに設定されていた。現在は8 0トル h いわゆる730と呼ばれた左側通行への切り替えの際に同区間も左側通行となったが建設段階からその折には速やかに対応できるよう計画されていたとされる。沖縄特有の諸事情から当時から地名にはローマ字が入っていた他都道府県ではおおむね12年後の1987年標識改定時からなお IC 番号に関しては 那覇方面延伸の頃までは空欄だった。また九州沖縄サミットの際に、英語のみの出口標識や、県外の多路線では見られない、タイプの英語兵器標識、出口速度エグジットスピードなど、が、追加設置されている。また、那覇方面に延伸するまでは、暫定的に、近本線料金所が設けられており、石川 IC と宜ノ座 IC には、料金所が存在しなかった。 金本線料金所ででは、石川 IC、ギノザ IC の料金を、金竹 IC 料金所では、石川 IC、金 IC、または、金竹 IC、ギノザ IC の料金を、巨大本線料金所では、ギノザ IC、巨大 IC の料金がそれぞれ徴収され、通行する車は2回、ギノザ IC、巨大 IC のみ、通行の場合は1回料金所で停車し、その都度料金を支払う必要があった。 那覇方面に延伸する直前に、近本線料金所を廃止、石川 IC とギノザ IC に料金所が設置され、その時に入り口の自動発券機で通行券を受け取り、出口で料金を支払う方式に変更された。沖縄自動車道には、サービスエリア SA とパーキングエリア PA が一つずつ、イグサービスエリア、中城すパーキングエリア設置されている。 いずれも友人であり、また両方ともガソリンスタンドは存在しない、イゲー SA のガソリンスタンドは2009年3月31日に廃止された。24時間交通量、大道路交通センサス。2002年度区間別平日平均交通量、第、那覇 IC 巨大 IC 間、57.3km の全線が普通区間となっているが、石川 IC 巨大 IC 間、 25.9km は、キロあたりの料金が安く、普通車で20.98円、キロメートル、その他の区間は24.6円、キロメートル設定されている。2017年11月現在、ETC 割引は平日朝夕割引及び深夜、割引は適用されるが、休日割引は適用されない。1999年7月1日から、 沖縄特別割引として料金が引き下げられた。全線を普通車で利用した場合、本来の料金は1550円のところ、特別割引適用後は1000円になる。各区間で35%程度の引き下げ。各種 ETC 割引はこの料金に対して重複適用するので、深夜割引30、30%で700円。通勤割引50、50%で500円になる。 沖縄特別割引は政府の沖縄緊急経済対策の一環として2002年3月までの時措置で実施の予定であったが2010年の無料化社会実験実施直前まで実施されていた2010年6月28日から高速道路無料化社会実験により全線が無料となったしかし渋滞が頻発するようになり 沖縄県の要望を踏まえて2011年度は休日のみ無料、平日は有料、実験前から5割引きとする方向で見直されることになった。その後、東日本大震災の復興財源確保のために無料化社会実験は全国で一時凍結されることになる。有料に戻る2011年6月20日からは高速道路利便増進事業を活用して、 沖縄特別割引が継続されるものの ETC 時間帯割引は会社実施分の深夜割引30%通勤割引50%のみとなり深夜割引の割引卒拡充平日夜間割引平日昼間割引休日特別割引は適用されなくなるこれに対し沖縄育選出の衆議院議員下地幹雄国民新党幹事長が さらなる引き下げを要望し、7月1日から2012年3月31日まで、激変緩和措置として、沖縄特別割引後料金からさらに1、割引することになった。激変緩和措置は、全社が対象だが、ETC 時間帯割引の重複適用はしない。沖縄自動車道を通り、那覇市と各地を結ぶ路線バスが運行されている。以上の路線の停留所や、 路線詳細は、施設一覧及び、沖縄本島のバス路線を参照のこと。空港リムジンバス、カヌチャシャトルバスは、那覇空港と、本島各地のリゾートホテルとを結ぶという性格上、自動車道内の途中バス停には停車しない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。